って思ってるかもしれん。疑心暗鬼、疑心暗鬼リン。翔一さん愛してる、ありがとう。もやし生活さんめっちゃかわいい、ありがとうございます。みーくんくま、ありがくまくま。お疲れさん、クマ、ありがとうございます。目がシパシパする、多分今日早起きだったからだ。シンタンタンさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。最近なんかさ、なんだろう、かわいい、かわいい路線のものにちょっと自分にが身につけることに違和感を覚え始めてきた。だからこのこの長さのツインはあれか、そもそもちょっとあれだけど、ツインとかもだし、今日もね、あのハーフツインにしようかなって思ったんよ、髪型でも。一回メイクさんにちょっとこう軽くこんな感じかなってやってもらって、いやちょっと違うなってなっちゃって、普通におろしにしたんよね。カズサさんめっちゃ可愛い、ありがとう。ひろのりさん、クマ、ありがとう。クマ、なんか今日すごいガタガタ安定してない。あとなんかリボン、今日の衣装、なんだっけ、ツアーの5色ぐらいの色がある衣装だったんですけど、髪飾りも初めリボンつけようかなって思ってちょっとこう当ててみたら、いや、なんか違うなってなってカチューシャにしました。なんかカチューシャお気に入り。今日私がつけたのはもともとあのミチさんの髪飾りでお借りしました。あのカチューシャめっちゃ好き。みちゅさんだよ。ちょっとこの髪型に無理がある気がしてきた。あんまもう画面の自分見らんどこ。ようちゃんさん、推ししか勝たん、掛け軸ありがとう、ありがとうございます。
なんだっけ、そう、今日はね学園祭にお邪魔しまして、あ、そう、学園祭には最近結構出させていただいてるんですけど、事前の告知があっての学園祭は初めてだったかも。だから今日いつも来てくださってる方とかも見に来てくださってて嬉しかったです。だからコールとかもしてくださって嬉しかったです。でも学生さんも本当にたくさん盛り上がってくださっててさっきから嬉しかったですしか言ってないけど、すごく幸せでした。お疲れさん、星10個ありがとう。ね、学生さんすっごい盛り上がってくれるから私までこっちが元気もらえちゃうね。 STU を好きになってくださってたらいいな。コーラさんめちゃ可愛い、ありがとうございます。うん、ね、またねお会いできたらいいな。会いたかったとかヘビロテしました、ヘビロテもしました。 STU 曲以外では会いたかった、会いたかったね。ヘビロテめっちゃ湧くよね。7日初めて STU の公演見に行きますって、え、嬉しい。7日よろしくお願いします。楽しみ、楽しみなんよね。花だれ公演さ、個人的にも出させてもらうの久々で楽しみなんですよ。もう来週、来週だ。配信中のポストしとこうかな。I want you, I need you, I love you. Da 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 da. Post. よしよしよし。ミュージックヘビーローテーション、愛しさは公演、花だれ、7日の花だれ公演の次の日はカーリングの神様の舞台挨拶に出演させていただくんですよ。え、めっちゃ緊張してる、どうしよう舞台挨拶、舞台挨拶ってちょっと未知なので
未知なものって緊張するよね。スティーウを呼んでいただけて嬉しい。ありがたいですが緊張しちゃうな。ね、舞台挨拶見に行きますって、はあ、そう、ちょっと練習せんと話すこと。でも割と緊張してても緊張してない風に見せれるように頑張ります。稽古しないとって、確かになんかもうさ、そういうなんだろう、そういうさ、なんかもう なりきったらいいんかもしれん、舞台みたいな世界に入りきって。セリフそれは違うかな、セリフと思って言うのは違うかな。そう、台本ないんじゃない、ないでしょ多分。話を振っていただけたらお話しするのかな。ちょっと未知の世界だ、わかんない。でも映画、なんとも不思議な。不思議な感じです。自分が舞台挨拶出させていただけるなんて。さやかりんが回し役ならめっちゃ緊張しそうです。それはないでしょ。それはないでしょ。急に出てきて私が仕切り出したら、え、誰ってなるやん。急に誰。急に誰やってなっちゃう。もし仮にそう回してくださいって言われたら、もうひっくり返ります。感じかな。タン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 。今日はSNS をいろいろいっぱい更新した気がする。今日と昨日と、皆さん全部チェックしてくれましたか。全部チェックしてくれましたか。
返事待ち。見たはず。X もだし、インスタ、インスタにいっぱいファンクラブのオフショット載せてるので見てみてください。いつか見ます。ダメです、今見てください今見てください。ダメ、いつかはね、いつかは来ない。そう、ファンクラブ、個人ファンクラブが開設されてから配信初めてか。個人ファンクラブが開設されました。急に急に言い出す人。解説されました。パチ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 。個人ファンクラブ、ペチペチ。確かにケロップを使うべきことからかもしれん。タタタトゥ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 、ちゃん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 ちゃ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 ん。お疲れさん、くす玉ありがとうございます。パンパカパーン、パン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 パカパーン。ファンクラブね、今日も更新したよ。今日はブログと動画更新しました。私の個人ファンクラブは、一番素の私を何でもお見せしようという場にしてしようって思ってるんだけど今日載せた動画とか冷静に見て冷静に見てちょっと意味伝わるかなってちょっと不安になった。さっき載せられたのを見て、でもね、私って結構いろいろ考え、投稿する前に SNS とか考えすぎちゃう人だから、例えばあの公式の STU オフィシャルの公式のファンクラブのブログとかに載せるってなったら、これ載せる、これ見てどう思うんだろうとか、これって載せるいう意味あるのかなとか、よくいろいろよく考えたらこれどうでもいいなとか思って結局載せなかったりすること多々あるんですけど、それを考え次々に何でも載せる場にしようと思っているので、今日のブログとかも今日のブログとかもそう、何でも載せていこうと思ってますので、ぜひ個人ファンクラブ入ってくださると嬉しいです。そう、写真もね載せれるんよね。フォトコーナーがあって、もうすでに70枚ぐらい載せてる。あそこはあの私のアルバムだから、そう、私もあそこから保存するから、ダウンロードしてめちゃめちゃ写真載せてくかも。いや、そうなんや、あの X に載せる写真とかもインスタに載せる写真とかもめっちゃ悩んじゃうんよ私。これ、あ、これなんかちょっと、あ、ダメだな、漏れてないなみたいな、やっぱやめとこうみたいな
ことが多いんですけど、あのもうファンクラブはもう漏れてる漏れてないとか関係なく、とりあえず入れるとりあえず入れるけど、これは需要がこれはあるのかないのかちょっとわからないんですけど、私のアルバムを共有アルバムなので、そう、共有アルバムってこと。だからあんまり気にしないで。そう、私のスマホの容量対策なんよいいのかなそれそういう言い方いいのかな。だから昨日、そう、本当にあのハロウィンの写真もドバーって全部入れて、何枚ぐらいだろう、50枚とか入れて、もう私のあるスマホからは消したのだからそこから私必要な写真があったらダウンロードするんかもしれない。私のあのアルバム7万枚写真があるから、7万枚乗るかもしれんいやでもね、なかなか7万枚は無理か。そう、一回そのマネージャーさん経由で乗せてもらう運よ、ファンクラブ、個人ファンクラブ多分みんな。だからそれが大変かもマネージャーさんにまとめて送ってっていうのが、だからちょっと7万枚はそれは無理か。どうするんだろうね、私がもうさ、とりあえずじゃあこの1万枚よろしくお願いしますみたいな感じで送ったら、送れんか、そもそも。ね、だからそう、この昨日のスタノとかもえ、じゃあんま大量に載せない方がいいのかな、だんだん不安になってきた、悩みもの。でも楽しい、ファンクラブ動画ムービーとかも載せれるから楽しいです。コーラさんめっちゃ可愛い、ありがとう。ありがとう。他の SNS とどう使い分けてるって、でも私の中でファンクラブの認識は全然他のとは違うかも。 SNS とはちょっと違うかもしれん、なんか森って感じあの撮影のさ、ファンクラブの個人のテーマ、写真撮影のテーマも
結構森感にしたんだけど、そう、秘密の森です。そう、私のセプレイが独特、そう、自由な空間、そんな感じ、私の自由にできる場って感じにさせていただこうかなという感じです。なのでぜひ森に遊びに来てください。秘密の森、だからそのファンクラブの写真とか動画は出さないでくださいね。秘密だよ。ゆずきちさん星10個ありがとうございます。踏み入れたら二度と出られない森、一度入ったら抜け出せない森、迷いの森。それは分からん、入ってみなきゃ。樹海って言われてる。4時間、君だけリクエスト中、じゃじゃじゃん、インスタは好きなものを投稿します。あ、ミラーボールありがとう。 I want youI need you, I love you. お茶飲みたい。お茶ってか、ミラーボールありがとうございます。目薬もさしとこう。目がシパシパ。よいしょ。へいへいへい。へいへいへい。いや、今日は全然ね、スカートだよ。今日は？今日も。今日も全然スカート。帰ってきたまんまです。今日は広島戻ってきてね。涙目、今目薬入れたからかな。広島戻ってきて、やんやんとお散歩して晩ご飯食べて帰宅して、今なんです。何食べたかな、なんか鮭の包み焼きみたいなやつと、卵、厚焼き卵みたいなやつと、なんか
ちょこちょこ頼んで分けた。2人で食べたって感じ。厚焼き卵美味しかった。なんか初めて食べる感じのだった。だし巻きじゃなかったんよね。なんか甘めだった。頬が赤い。いや、酔ってないよ。お酒は飲んでおりませんわ。確かにそんなこと言われたらなんか赤く見えてきた。飲んだ人みたいじゃん。飲んでない。飲んでないのに誤解だ。誤解だ。ウーロン茶だった。ウーロン茶です。ウーロン茶。まあ憂いさが晴れるのならってもうなんか飲んだ手のコメントが来てる。おかしいな。あ、そう、イカ焼き、学祭の屋台でイカ焼きをいただきました。ポストした X に。美味しかった。イカ焼き好きなんよね。美味しいイカ焼きだった。今回は自分たちでは買いに行けなかったので、イカ焼きだけ頼みました。買ってきていただいて。でも本当にね、いろんなのがあった。クレープとかもあったし、チュロスとか、お好み焼き、ヤンヤンお好み焼き頼んでた。とかもあったかな。すごく盛り上がっておりました。あ、そう、チュロスも頼んでた、ヤンさん。チュロスを好きな食べ物に追加、好きな食べ物の欄に追加したいぐらいって言ってた。気に入られておりました。
24時間配信私もしたい。2期の2期生でしたいよね。またしたいな。できるのかな。一回ねやったんですよ、2期生で24時間配信。あれ何年前なんだろう。私が二十歳になったばっかの時だったから3年前か。3年経つのか。今考えたらすごいよね、24時間本当にしてた。え、本当にしてた24時間ってすごくない？ねえ、またしたいですな。伝説の。眠かったけど楽しかった思い出ですね。お願いしとこう。世間的には今は3連休なんだね。お肌の調子良さそうって。そうなんよ。あのさ、私言ったっけ、なんかどっかで言ったかな、舞台の期間荒れてて、謎にあのウィッグかぶってたからさ、悠々の舞台の時あのおでこがねめっちゃ全開だったじゃないですか。でも実はおでことかもなんかちらほら荒れてて、で普段そんなあんまりあれないんだけど、謎にあの期間荒れててさ、なんでだろうってすごい思ってたんだけど、もう広島戻ってきて過ごしてたらもうすっかり治りました。だから調子が今は割といい。ストレスなのかな、ストレス
スで荒れるのかな。そんな私ストレスで荒れた経験ないかも。でもそういうことか。水すごいね、プツプツプツってなってて、なんか謎にさこの背中こことかもなんかできてたの。でもそんなとこできたことなかったから、なんだろうってすごい思ってたし、結構嫌だったんだよね。でももうここら辺もすっかり治りました。不思議でした。だから今は肌の調子は良いかも。寝不足は絶対あったね、あったと思うし、なんかもう強めの栄養ドリンクめちゃめちゃ飲んでた。それも原因あったりするのかな。食事か。でも結構スーパー行ってなんかキウイとリンゴ買ったりしてたけど、でもそうね、確かにもう基本コンビニだったもんね食事。ありそうだな。野菜はね食べてたよ。私キャベツ好きだから。っていうことがありました。だからあの期間は実は肌荒れてた。頑張って隠してたけど、でもさもう普通にコンシーラーとかで隠してももう一番最後とかもう落ちちゃってるからさ、舞台2時間終わった後とか結構嫌だった。どうしてどうしてよりによっておでこ全開の時に荒れてるんだって内心思ってた。なんかそういうのいい気がする。なんか大事な撮影の時とかに限ってなんで今あるあるか。でも結構あるあるよね。なんか撮影とかの日に限ってなんか今日調子悪いな。不思議。
今ぐらいの季節、気温が一番過ごしやすい。この季節はいっぱい歩きたくなるね。逆にこの季節ぐらいしか歩きたくならんよ。外に出たくなる。外に出たくなる気温。夏はもう汗かいちゃうし、日に焼けちゃうし、冬は寒すぎて、なんか寒すぎた、寒すぎる日って涙出てこん？涙出てくるぐらい寒い日あるよね。寒暖差激しくないって、それはそう、それはそうです。確かに昼間とか今日さ、まだ割とお天気日差し強くてポカポカって感じだったけど、夜とか普通にもう寒いもんね。凍える。いや、あるよね、寒すぎて涙出てくる時。2月とか1月とか。ヒューガヒャンさん、わかるわかるって、わかるわかる、ありがとう。秋好きなのに今年ほぼ秋なくて悲しいで。今秋やないん？今は？今はどうですか？え、もうすぐさ冬になるんかな。連休明けたら寒くなる？え、ほんと？え、いっこうさん星、星、星、なんか不思議な星。ありがとうございます、いっこうさん。寒くなるんや。え、来週ダウンいる？本当に言ってる？ダウンいる？本当ですか？5度？今年の冬は平均より雪が多くなる予想。え、もう私雪はさ、雪結構福岡で育ったので、そんな雪積もることそんななかったから、雪降ったら嬉しいみたいな、積もらないかなみたいな、ルンルンって感じだったんですけど、去年一昨年かな、もう派手に滑って転んで、もうちょっと大変な事態になったので、それ以来ちょっと雪が恐怖、怖い、恐ろしい、恐ろしい、もう雪もう恐ろしい。いや、私あれ以来なんかさ、あれが原因なんか分からんけど、腰が今もずっと悪い、痛いんよね、定期的に。でも事の発端を思い返すと、あれが原因な気がするんよね。恐ろしい、恐ろしい、恐ろしい、雪怖い、雪怖い。そう、一昨年に雪で滑って転んで、もうしばらく動けないぐらい。え、なんだっけ、なんか私さ、あれだ、なんか腰椎捻挫みたいな、もう動けないぐらい痛くなって、派手に転んで、
通りすがりのおばあさんに大丈夫って助けてもらってっていうのがあったんですよね、一昨年の雪の日。あの日も雪が降ってちょっと積もって浮かれて、なんか朝方にもルンルンちょっと雪を見に行ったりしてて、そんな感じだったら急にもう落とされました。浮かれたのがいけなかった。ゆうがひゃんさん、面白い女、掛け軸ありがとうございます。もう面白いとかもう言う以前にちょっともう反省対象。だからやだな、今年雪をいいの、もうゆっくりゆっくり亀のように歩こう。え、なんだったっけな、今さっき何かの話を私しようと思ったんだけど忘れちゃった。反省対象とか言ってたら忘れちゃった。何を落としたんだっけ。こういう時あるよね。雪、忘れちゃった。え、多分雪となんか関係あったんよね。雪となんか関係あった。ルンルン、ユキリカ、ユキリカのことではなかったけど、ユキリカで思い出したけど、なんか髪ブルーのなんだろう、インナーカラーみたいの入れててめっちゃ可愛かった。今日ね一緒に愛媛に行っておりまして、可愛かったな。ちょうどお洋服も今日水色着ててめちゃめちゃ合ってた。もう思い出せないか。もう記憶の渦に取り込まれてしまった私の何か話したかった話題。染めたい願望ありますかって、特にないんだけど、なんかウィッグ被ってて、ふーちゃんのウィッグ被ってて結構金髪ではないか、何色ちょい落ち着いた金髪。何色っていうの、もうだんだんしっくりきた。もう意外としっくりって思いました。今のところはないかな。ブロンド、
初めはね、一番初めつけた時とかは全然違うってなってたけど、もうずっとつけてたら最後の日とかはああそうこれこれってこれこれってなってた。ですよね。そうなんよ、なんかウィッグ取った時に最後の方も違和感やったもん。あ、なんか黒いなみたいななんかあ黒ああれこんなんだっけだから多分ね、染めたら染めたで慣れるんだろうな、これこれってなるんかもしれんけど、今はこの髪の長さで黒いのが気に入ってる今の私は。そう、将来的には分からんね、人生で染めたくなる時が来るのかもしれないですし、いっこさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。そうね、人生100年時代ですしね そうねが合ってたのか分からん。100歳とかになったら染めるかも。長生きしそう、長生きしそうな私、本当本当ですか。長生きしそうってどういうこと。はい、ありがとうございます。でもそうなんやね、私さ、めちゃめちゃロングスリーパーな日も多いからさ、ロングスリーパーなので多分人より寝てる時間が多いと思う。人生の半分ぐらいに、半分くらい寝てる気がするな。あ、それ普通？どうなんやろ。でも最近なんかさ、そんな長時間寝てないかも。長時間寝れない体質にちょっとなったんかもしれない。最近親指曲げる芸やってますって。親指曲げる芸、あ、よかった、全然まだ曲がった。最近やってなかったのでもう固くなっちゃってるかなって思ったんですけど、いけました。
久しぶりにした。やめてくれって言われてる。見てる方が痛い。なんかそういうこういう役できるかも。なんか指を折られる役いけます。でもこの指しか無理。カズサさん、面白い女掛け軸ありがとうございます。何それってどんな役って。いやなんかさ、東京グールのさ金木くんがこうやってさ指なんかあったよね、パキって折られてなかったっけ。めっちゃ始めらへん。それを今思い出して出てきて言った。だからそういう役いけるかも。でも他の指は無理。痛い。ここだけ。そう、グールだから指折られても治るから。こんばんは、ゆゆの風先輩で気になってたので来てみましたって、ありがとうございます。ありがとうございます。今なんかすごい変な話してたかも。指を折られる役いけますとかって。嬉しい。舞台風先輩に慣れてすごく幸せでした。家の世界に行けて嬉しかったよ。でも素の私は風先輩と結構真逆の性格かもしれません。ギャップはオーリオさんもなので大丈夫ですって。確かにそれはそう。リオさん、うん、どっちかというとめっちゃ素が風先輩だった。だから風先輩のセリフをリオさんに、リオさんならここ素でどうやって言いますかってよく聞いてました。取材してた。同い年でしたね。
敬語で話さなくていいよって言ってくれてたんだけど、私もともとラストアイドルの時からめっちゃテレビで見てて、その MV とかもめっちゃ見てて、だから敬語抜けれなかった。22歳、でも同じ学年かな、同じ学年だねって話した。ですよね。だから私はあずみんにもう敬語じゃなく喋ってよって言ってたんだけど、私も割と敬語をやめれないタイプかも。あずみんとのね、そういう話はチリパでも結構話したので、 SDU48 のチリメンパーティー11月8日放送です。お聞きくださいませ。もう収録した、この前収録してきました。めっちゃね、舞台のこともお話ししましたし、なんかいろいろ二人のなんだろう、いつもの普段の感じがめっちゃ出てると思います。お楽しみに。後輩でもタメ口でいいのって、でも嬉しいかも。舞台の時とかさは兄弟役だったからもちろん敬語じゃないし、嬉しいですよ。もうだんだんこの二つの結びも慣れてきた。あんなに違和感だったのに。やっぱ人ってに、あ、でもやっぱ違和感かもやっぱちょっと無理があったかも。あ、やっぱダメだ。
人間って慣れるものですねって言おうとしたけど、ちょっと無理があったかも。ね、長さが多分もうちょっとあればいいんだよ。もうちょい、もうちょい伸びたらだな。でもやっぱ私髪伸びるのねめっちゃ早いと思う。この前何週間か前に会ったメイクさんに今日もお会いして髪の毛やってもらってたんですけど、やっぱ伸びるの早いねって言われた。だからもう気づいたら多分ね全然ボブじゃなくなってるんよね。なんて返したのって、え、ですよねってえ、ですよね、私はボブの時間をゆっくり楽しみたいのにって言って、え、前髪もすぐ伸びるよ。で、前髪はみんなすぐ伸びるものじゃない？結構みんなメンバー言ってる気がするな。もうだって今も割と前髪ギリギリじゃない？切らないとな。切らないとな。私地味にさっきなんか話そうとして忘れちゃったって言った話、まだ未だに頭の2割ぐらいで思い出そうとしてる。頭の2割ぐらいで考えてる。そう、まだちょっと引っかかってる。なんか本当にあったんよ。でもまたこの話したらさらに気になっちゃうからこっそり考えてます。今2割を使って制服グッズね。さっきちらっと見た、まだちゃんと確認できてなかったけど、制服のグッズが新しいの出てたね。制服、今月の11月の生写真は冬制服、ダウンに、ダウン？コート、マフラー、
の制服って可愛いよね。コート、ダッフルコート、あの頃はまだ髪が長い、あの時が一番長かったかも、切る直前結構だった気がするから。オフショットまだそうあるから近いうちに載せます。実際あんな制服じゃなかったからさ、すごいめっちゃいいって思った。冬制服かわいいって。メンバーによって制服の種類違ったけど、私はなんだこれは、ニットにマフラーに赤いスカートに赤いリボン、赤って可愛いよね。セーラー服は STU に入ってからたくさん着させていただいた。うん、セーラー服もね可愛いよね、安定に。いっこさんめちゃ可愛い、ありがとうございます。制服ね、制服な、制服って眩しいものなんだなってことに卒業してから気づいたよね。でもまだいろいろ制服着させてもらえる機会多いから、アイドルならではかも。アイドルならではなのかな。ヒューガヒャンさん似合う10個ありがとうございます。ありがとうございます。なんか最近ではあの愛の重さの MV 撮影の時に制服着て実際に学校行ってみんなで撮ったんですけど、なんかみんな制服着てさ、メンバー学校にいてさ、そういう空間にいたらなんか本当に学生に戻ったような気持ちになったあってなんか あれここはここは STU 高校STU 学園
私ってそういえば、あ、17歳か。そっかそっか。ってなりました。あ、高校、あ、2年生か。高校2年生。あ、そういえば。そういえばそっか。っていう錯覚を起こすよね。そう、錯覚を起こしてるあの顔です、あの MV の時は。もやし生活さん、生きがい掛け軸ありがとうございます。もう23時半なんだ。なんだかんだ。あっという間に1時間半も経っていたのね。あっという間。いつの間に。今見てくださっている方は何かしながら見たりしている方も多いのかな。全力集中派の方もいらっしゃる。配信のみ。ドゥームズデイしながら。洗濯？ながら見するなんてめっそうもございませんって。もう眠いんですって。確かに。ちょっと前の私。ちょっと。少し前の朝方を生きていた私はもうこの時間とかも寝てたもん。配信見ながらゴローっとしてる。正座して見てます。かっこ嘘。地味に作業もしてる。本を見ながら配信聞いてる。本を見ながら結構器用だね。でも分かる、私も作業なんか机に向かってする作業とかの時は何かしら見ながらしたい派。今は配信に集中してる。ゲームしながら。あ、何窓かって話。あれ、何窓。これちょっと私にはあのそういうそんな発想がなくて。何窓。あれ、どういうこと。どういうこと。窓。窓。から見てる。いいですね。この時間もう外寒くない？
り全集中じゃないとダメですかって、いや全然、えだって逆にさ、この1時間半ずっとこう見てたら、え見てたらきつくなってこん、大丈夫。みーくん、くまありがとうございます。ありがくま、はて窓とは、はてはて、原田さんの配信以外見たことないからわからない。表情で語るタイプ。天皇さん、めっちゃかわいい、ありがとうございます。さんまど全部さやかりんかもしれんやん、だそういうことね、私のを いっぱい見てるっていうこと、いろんな、なるほどね。さやかちゃんのメンバーカラーって何色なんですか？今日の衣装はオレンジ、あ、今日の衣装は紫だったよね、オレンジじゃって。メンバーカラー、メンバーカラーっていうかペンライトカラーはオレンジです。オレンジ、オレンジオレンジ2本振っていただいたら私のサイリウムカラーなんですけど、衣装とかはなんだろう、結構メンバーペンライトカラー関係なく決められてることが多いですね。うん、だからメンバーカラーっていうのはないのかもしれない。衣装は結構もう5色とか分けられてて、それぞれに割り振られるって感じ。翔一さん、愛してる、ありがとうございます。そう、ゆずきちさん、かわいい10個、ありがとうございます。オレンジ1本だけでは認知されない感じですかって、うーん、なんか確証は持てないかも、確証は持てないかもしれない。オレンジ1本だったら結構オレンジと何色とかのペンライトカラーの方もいらっしゃるから、そうですね。お疲れさん、星10個ありがとうございます。お顔とかが見える会場でお話し会とか来てくださってる方だったらオレンジで、あ、
ってわかるんですけど、見えづらい会場とかだったら、日本振っていただけると、はぁってなります。一応参考で聞きますけど、オレンジ2本と他の名前のうちわとか、私以外の名前のうちわとかを持っていたら、それは内心おやおやおやってなってます。一応ちゃんと一応ステージ上笑顔で今いるんですけど、内心おやおやおやという、ちょっとことをした記憶がありますね記憶がありますね。お、嬉しい、オレンジ2本振りますって、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。見つけます。ペンライトってどれぐらい遠くまで見えるんだ。ペンライトはめちゃめちゃ見える。普通に広い会場で2階席とか3階席とかあったとしても見えます。うちわはもう見えるけど、2階席3階席ってなったら難しいかも。会場にね、よるよね。山猫坊主さん、クマ、ありがとうございます。杉丸さんもクマ、ありがとう、ありがクマ。オレンジ持ってるのに他の人見てたらモヤモヤしますかって、それは心当たりめちゃめちゃありますねそれは結構ありますよ、結構ありますよこれ、あの、皆さんちょっと気をつけてください私結構見るんですけど、結構あのみんなのこと見てるんですけど、あれあれあれ、あと目が合わないあれ、オレンジオレンジ、オレンジ、あれ結構、結構多々多々、あの、知らないところで見られてることあります、きっと。カズサさん星10個ありがとうございます、ありがとう。目の前の人見る習性が、まあでもそうだよね、その気持ちもわかる、わかるけど、その見ている姿を結構見てます私実は割と9999やったん？それ見
見損ねた。すごい、もうあれか、なんだか、わー、なんだかんだもう2時間経ちそうなのか。コールするのに誰が歌うのか確認するしって、確かにね、それもあるね。さやかりんはおたえの束縛が強かった。いや全然全然そんなつもりで言ってないよそんなつもりで言ってない。全然確かにその目の前のメンバー見るの見るのもね、全然とても素敵なことだと思うんですけど、まあ、その姿を結構見てますというやばい、いくら言ったところでなんか圧かけてるみたいになっちゃうからもうやめようやめとこう。そういうこと言うとそう、恥ずっぽく聞こえるのよって。でも見てますダメだダメだ、もうどう言ってもダメ、もうどう言ってもダメ、もう諦めよう。見てるか、もうダメだもう開き直ってもう圧にしとこう。見てますのでその点よろしくお願いします。その点よろしくお願いします。圧のつもりはなかったんだけどな。